でも激辛ジョニーです。今日もみんなの心に気をつけちゃうぞ。やってきました。はい、相変わらず宮崎にいるんですけども、今回ですね、激辛あんかけ焼きそばということで、延岡みんみんさんにやってまいりました。はい、これはあんかけ焼きそば専門店のお店になります。まああんかけで言うとね、僕名古屋であんかけパスタを大食いした思い出がありますけども、それ以来のあんかけになりますので、それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。漠然的な感じで多分、そういうスパイス的なのもこう言ってるんですけど、まあ聞いた話によると韓国の唐辛子と日本の唐辛子とかいろんなものをこうブレンドして辛みを出してるそうなんでね。どうせだったらちょっと海鮮いきましょうか。この激辛海鮮あんかけ焼きそばの超激辛で、これがまあマックスらしいんで、すすっていこうかなと思います。おー、うわすごい大きい、こんなに盛り、めっちゃいい匂い、大きい、すごい、うわすごいね、なんかなんかごま油のこう香りがしますね。めっちゃ美味しそうだなこれ。いただきます。さあ、延岡みんみんさん超激辛海鮮焼きそば、お手並み拝見ですよと。それにしてもでけえなこれ、すごいですね。これ並盛りでこの量ですからね、大盛りどこまで行っちゃうのといった感じですけども、それにしてもすんごいいい香りします。うまそう、めっちゃいい香りします。いただきます。韓国産の唐辛子を使っているだけあって、非常にこう鋭い辛さがありますね。うん、入ってる具材、これ具沢山ですね。タケノコ、人参、キャベツ、かまぼこ、ネギに肉、キノコとか椎茸とか、いろいろもうもやしとかいろいろ入ってます。エビも入ってますね。とろみがあるんで、このなかなか下に落ちづらいですね。辛いのがこのままここに、ここら辺に滞在してるような感じですけど、麺にやっぱよく絡みつきますね、この辛いあんが。うん、これはいけるぞ。うん、非常に美味しいですね。結構食べ進めてるんですけど、全然減らない、まだこんなに残ってるよ。どういうこと？いや、それにしても回せが止まらんぜ。イカも入ってます。ちなみにこの延岡みんみんさんは、これのれん分けで、本店の方は延岡市にあるみんみんというお店だそうです。うん、うん、辛さの系統的にドシッとくるというよりかは、こうグサッとこう針でこう刺されるような鋭い辛さですけど、あんかけによってね、より辛さが増すような感じがします。残りわずかとなったんで、完食してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。